ワンピースワンピースワンピースフィルム Z ワンピースフィルム Z は2012年12月15日に公開された日本のアニメーション映画。漫画ワンピースを原作としたテレビアニメの劇場版第12作目。劇場版ワンピースシリーズでは前々作ワンピースフィルムストロングワールド以来となる長編作品。 全海賊の抹殺を目論む元海軍大将、Z を相手に、主人公であるルフィたち、麦わらの一味が、新世界の命運をかけた死闘に挑む。劇場版シリーズ初の、最後の海新世界編を舞台としたストーリーであり、巨人島編直後の物語。キャッチコピーは、興奮再び。海賊滅亡、標的、全海賊。原作者。 小田栄一郎が総合プロデューサーを務めた。監督は本シリーズ初参加となる長峰達也。脚本はワンピースファンを公言する放送作家の鈴木治む。オープニング音楽は展覧会ワンピース展のテーマ曲を手掛けた中田康隆が担当。主題歌は劇場版では初となる海外歌手としてカナダの歌手アブリル・ラビーンを起用。また、 ゲスト声優として、Z の部下、アインの声を、女優の篠原良子、同じく、ビンズの声を、俳優の香川照之が担当。入場者には先着で、小田栄一郎描き下ろしのコミックス、大戦艦などが配布された。最終興業収入は、シリーズ最高となる68億7千万円を記録。東映作品の興業収入の最高記録を、樹立する大ヒット作となった。 2011年11月19日、前々作、ストロングワールドのテレビ放送後に、劇場版第12弾の制作決定が公表された。2012年1月、公開日が同年12月になることが発表され、4月にはタイトルとメインスタッフが発表された。原作者の小田は、以前原作の執筆と同時に、映画、ストロングワールドの制作葬式を行った多忙から、 もう二度と映画には深く関わらないと考えていたが、映画スタッフからの相談を何度か受けるうちに、今作でも総合プロデューサーとして制作に深く関わることになった。ストロングワールドでは、小田がストーリーや設定を一から考案したが、本作での小田は主に脚本のセリフや絵コンテのチェックといった細かい作業で制作に関わっており、前売り券特典や入場者プレゼントにも、 携わっている。お題枠、本作を一言で言うと、男の映画とのこと。脚本の鈴木によれば、2010年の夏に富士テレビのプロデューサーから話を持ちかけられ、当初は公開時期すら未定だった。鈴木は、パラレルストーリーではなく、原作と密接したストーリーを作りたいと考え、最初に考えた、ネオ海軍を軸に脚本を練っていく。制作途中、 ネオ海軍のアイデアを作者の小田に提案した鈴木は小田から当時原作でまだ登場していなかった新世界編での海軍本部と青記事の現在を聞き漫画よりも先に青記事を映画に登場させたいとスタッフに相談結果的にジャンプ掲載よりも早く青記事が映画に登場することとなった監督の長峰によればストロングワールドが 工業的に成功したことで本作の制作費が増えたという。長峰の意向によりアクションシーンに重点が置かれており、特にルフと Z のラストバトルの演出は長峰のこだわりが強く反映されている。タイトルは当初、Z が海賊を叩き潰す、夢を潰すことからドリームクラッシャー、ドリームスマッシャーというタイトル案が上がったが、小田のわかりづらい。 Z だから Z という指摘を受け、現在のタイトル名に決定した。本作に登場する海軍本部の基地は、後に原作に登場した海軍本部とは外観が異なる劇場版オリジナルのものとなっている。前売り券販売枚数はストロングワールドの363,532枚の約50%増となる65万枚を突破した。 上映スクリーン数はストロングワールドの188から300に拡大し、各地で満席状態が続出。2012年12月15日16日の初日2日間で、興行収入13億7205万4050円、動員数114万81人を記録し、映画観客動員ランキングで初登場第1位を獲得した。これは、 ストロングワールドの初週土日公衆10億3800万円、動員82万人を上回り、比べても公衆は32%、動員は39%増大している。初日2日間の動員数は2004年のハウルの動く城の110万人を抜いて21世紀、放画歴代最高記録を樹立し、公衆もハウルの14億8000万円に次ぐ21世紀。 邦画歴第2位の記録となった。またシネマピア調べの初日映画満足度ランキングでも第1位を獲得し、すべての記録でストロングワールドを上回った。公開10日間で累計動員261万1284人、公衆31億7636万。さらに、公開19日間で累計動員393万1200人。 公衆十七億千三百万円となり、ストロングワールドの最終動員数約三百八十五万人を上回った。年が明けた二千十三年も好調を維持し、一月五日時点で公衆十二億八千六百万円、動員四百三十九万七千人を記録し、ストロングワールドの最終公衆十八億円を上回るシリーズ歴代最高を記録したほか、 漫画原作アニメ映画歴代最高記録、2000年以降の、東映の歴代興行収入の最高記録であった、男たちの山と、大和の51億1000万円をも上回る、東映歴代最高記録を樹立した。公開4週目で、累計講習54億5057万8400円、動員452万4691人を突破し、 週末公衆ランキング4週連続1位獲得となり、レミゼラブル007スカイホールなどを抑え2013年正月工業のトップに立った。このことで週末公衆ランキング4週連続1位を達成した。公開5週目で週末公衆ランキング3位に下がるも、累計公衆60億5776万7850円。 動員502万2708人を記録し、公開1ヶ月で、公衆60億円、動員500万人を突破し、テルマエローマエの59億8000万円を上回った。その後、週末公衆ランキングでは9週連続でトップ10内に入っていた。最終興行収入は68億7000万円を記録。劇場版、ワンピースシリーズの中でも最高記録であった。 ストロングワールドの48億円を大きく上回るシリーズ歴代最高記録を樹立。2012年公開の邦画工業成績ランキングではブレイブハーツウミザールの73億3000万円に次ぐ第2位を記録。2013年上半期邦画工業成績ランキング第1位同年年間邦画工業成績ランキングでは風立ちぬに次ぐ第2位。 同年年間映画工業成績ランキングでは、風立ちぬモンスターズユニバーシティに次ぐ第3位を獲得した。新世界のファウス島にある海軍基地をネオ海軍と名乗る組織が襲撃する。そのリーダーは、全海賊の抹殺を目論む元海軍大将、Z。彼らの目的は、巨大なエネルギーを持つ鉱物、ダイナガンを奪うこと。ダイナガンによって3つの火山島、 エンドポイントを破壊し、海ごと海賊を抹殺する新世界殲滅作戦、グランリブートが決行されたのだった。部下のアイン・ビンズと共に、ダイナガンのダッシュに成功した Z は、海軍大将、キザルと交戦。体調が万全でない Z は徐々に追い詰められるが、戦闘中に、ダイナガンを起爆して、大噴火を起こし、ファウス島を海に沈める。魚人島を出港し、 新世界を公開中のルフィたち、麦わらの一味は、ダイナガンの爆発に巻き込まれ、意識を失った状態で漂流していた Z を助ける。チョッパーの治療で目を覚まし、はじめは、ルフィたちと、なごやかに話していた Z だが、ルフィたちが海賊だと知ると、突如態度を一変させ彼らに襲いかかる。さらに、ネオ海軍の機関、ホワイトタイガンが現れ、幹部のアインとビンズが、 一民に攻撃する。交戦中、アインの能力により、ナミチョッパー、ロビンブルックの年齢が戻されてしまう。さらに、ゾロたちは、ビンズの能力で動きを封じられ、ルフィも、ゼットの武器、スマッシャーに拘束されてしまう。ネオ海軍の集中砲火を浴びた、サウザンドサニー号は、半壊状態に陥る。窮地に陥った、ルフィたちは、崩壊寸前でなんとか、 放戦海域からの脱出に成功する。一方、海軍本部では会議が開かれ、元水坂月は Z 及びネオ海軍の討伐を命令する。麦わらの一味は、ドック島に上陸し、サニー号の修理を行う。一味は、海列車を使って隣島、セカン島に向かい、波たちは、Z の情報を得るため調査を開始する。一方、顔が割れているため、 温泉に身を隠していた、ルフィたちは、消息不明だった元海軍大将、クザンと遭遇し、Z がこの島にいることを知る。一方、各々のの変装し、調査を続ける、ナミたちは、海軍から Z の情報を入手しようとしたが、正体がバレてしまう。海軍から逃げる、ナミたちは、ルフィたちと合流し、海軍はルフィによって一掃される。その頃、 Z は海軍を退け二つ目のエンドポイント破壊の準備を進める。ルフィは再び Z に挑み互角の攻防を繰り広げるが、Z に回廊石の弾丸を撃ち込まれると、スマッシャーの一撃を喰らい敗北し、さらに麦わら帽子を奪われてしまう。ダイナガンが爆発し、ファウス島に続きセカン島も崩壊する。その頃、ルフィの祖父、ガープ中将は部下のコビーやヘルメッポに、 ゼットの過去を語る。ゼットの本名は、ゼファーと言い,い、誰よりも、海軍の正義を信じていた男だった。大切な家族を海賊に殺され、大将を辞して、教官となったゼファーは、現在活躍する多くの海兵を育ててきた。だが、ある時、悪魔の実の能力者の海賊に襲われて、右腕を切り落とされ、新兵たちを全滅させられた。アインとビンズは、 その事件で唯一生き残った新兵であった。ゼファーは以降も海軍に泊まっていたが、教え子たちの仇であるその海賊が王家七部会に加盟したことで、海軍の正義に絶望したゼファーは海軍を去り、新たにネオ海軍を立ち上げたのだった。クザンはゼットの教え子たちの墓標でゼットと遭遇。その後、クザンは一ミリ三つのエンドポイントの破壊により、 新世界の海を焼き尽くすほどの大破局噴火を起こすという Z の計画を語り、一味に最後のエンドポイント、ピリオ島への永久指針を渡す。仲間の姿と麦わら帽子を取り戻すため、麦わらの一味はピリオ島に向かう。波たちはネオ海軍の軍勢を倒していき、フランキーはパシフィスタ PXZ を、ゾロはアイを、サンジはビンズを倒す。ルフィは Z と3度対峙し、ついに Z のスマッシャーを破壊する。互いの信念をかけた戦いは武装色の破棄をまとった、両腕の殴り合いとなり、わずかの差で、ルフィが制する。止めをさせという Z に対し、ルフィは気が済んだとして、Z の要求を拒む。そこに来ざる率いる海軍の部隊が現れる。シンガリを名乗り出た Z によって、ルフィたちは、ピリオ島からの脱出に成功する。 そして、クザんが作り出した氷壁によって、退路を断たれ、ここを、自らの死に場所と決めた Z は、やりたいようにやった落とし前をつけるべく、かつての教え子である海兵たちに特攻を仕掛け、壮絶な最後を遂げた。劇中では3種類の映画専用衣装が登場している。そのうち、セカンシマで、ルフィゾロサンジ・ロビンブルックが着用していた衣装は、作画監督。 佐藤忠史将とアルマーニの姉妹ブランドアルマーニエクスチェンジとのコラボデザインによるものである。冒頭シーンの戦場服は花見がモチーフ。決戦服は Z に敗れた海賊たちが持っていたという設定で赤を基調とした海賊らしいデザインになっている。ガープ、戦国以外は劇場版初登場。ネオ海軍ドック島、セカン島、セカン島の街並みのモデルとなった。 長崎のメガネ橋製作サイドが大の新日課であり、アブリルが展開するファッションブランドアウィードーンがワンピースと同じくドクロマークをモチーフにしていることから主題歌のオファーを出したことで実現し、アブリル初の邦画楽曲提供となった。2012年11月7日、お台場シネマメディアージュでプレミアム試写会と舞台挨拶が行われた。また、同日にアクアシティを 台場で開催されたイルミネーションイベントの点灯式も行われた。11月22日から4週連続で、12月5日から10日連続で、過去の劇場版10作品がニコニコ生放送にて生放送された。12月13日と公開日の12月15日には、公開記念特番が生放送された。12月13日、六本木ヒルズでカウントダウンイベント、 ワンピースアワードが開催され、メイン声優陣ほか、ゲスト声優や著名人ファンらが参列した。公開日の12月15日、丸の内東映で初日舞台挨拶が行われ、2013年1月6日には、梅田ブルク7と名古屋ピカデリーで舞台挨拶が行われた。2013年10月7日から12日の6日間、ワウワウで本作含む劇場版、 全12作品を一挙放送する企画が実施された。前売り券特典第1弾は作者書き下ろしの特性原画クリアファイル。第2弾は光る文字が浮かぶブラックライト付きペン、海賊ペンと海軍ペンの2種類。2012年11月には映画ドラゴンボール Z 神と神と合わせた2作の鑑賞券がセットになり、小田とドラゴンボール原作者。 鳥山明がビジュアルを書き下ろしたコラボチケットが限定で8,989 89枚発売された。入場者には先着200万人限定で海賊の宝袋が配布された。封入物は小田栄一郎描き下ろしのコミックス大戦艦、ポストカード、ステッカーセット、データカード出す、ワンピートレジャーワールド非売品カード、スゴロクセット、全20種類ある。 ゴムゴムのなりきりスタンプ。第1000巻には、織田による映画や還元エピソードの設定が、Z のイラスト付き年表などが収録されている。巻末には、黄金の宝箱が100名に当たるスクラッチくじが付いている。当初は200万部限定であったが、動員数が想定以上であったため、さらに200万部増殺された。上記以外にも様々な企業と、キャンペーンや、 タイアップが実施された。ブルーレイディスク、DVD で2013年6月28日、発売。発売元は、ポニーキャニオン。通常版と、完全初回限定生産の、グレーテストアーマードエディションがある。グレーテストアーマードエディションには、本編ディスクに加え、プロローグストーリー、クロリアスアイランドや、初回舞台挨拶などが収録された200分超の、特典 DVD。 作者監修のデジタルコンテンツ収録の CD ロ m スマッシャーキーホルダー正義のボイススタンド、ホログラムステッカーセットなどが同行されている。また、アマゾンやツタヤなどの一部店舗では、ポストカードやクリアファイルといったオリジナル特典が付与された。購入者には抽選で本作の生フィルム1枚が1万人にプレゼントされた。2013年7月8日のオリコン。 週刊 DVDBD ランキングでグレーティストアーマードエディションがそれぞれ1位を獲得しストロングワールド以来2度目の DVDBD 同時制覇を達成した。劇場版アニメ作品による2度目の2巻は史上初の快挙となった。2014年1月18日にフジテレビの土曜プレミアムにて21時23時10分に地上波初放送され本編は ノーカット完全版で放送された。次回作、ワンピースフィルムゴールドの公開前日である2016年7月22日に、富士テレビの金曜プレミアムにて21時22時52分に2回目のテレビ放送。海外では台湾を皮切りにシンガポール、香港、韓国、タイとアジアを中心に公開。日本の漫画、 アニメ人気が高いフランスでも5月15日に公開された。Z の野望編は2012年12月にテレビシリーズで放送された映画連動エピソード。第575話から第578話の全4話。劇中の麦わらの一味の衣装はアニメのキャラクターデザインを務める久田和也がデザインした。2013年5月24日。 ストーリー魚人島を出港し、新世界に進出した麦わらの一味は、異常気象が次々に襲う危険な海、モベジュムール海域へ入る。そこで、サニー号の食料が盗み食いされる事件が発生。犯人は、ミニミニの実を食べた、巨人族の少女リリーだった。彼女の父親、パンズフライが、凄腕の料理人と知ったルフィは、リリーの父親救出作戦に協力する。一方、 海賊抹殺を目論む、ネオ海軍の潜水艦が、モベジュムール海域へ向かっていた。パンズフライの護送船を発見した、ルフィたちは、奇襲をかけ、パンズフライ解放に成功する。だがその時、海軍船は、シューゾが指揮するネオ海軍遊撃隊の襲撃を受ける。麦わらの一味、ネオ海軍、中条モモンが率いる海軍の三つどもへの戦いが、始まる。 麦わらの一味とパンズフライは海底から突き上げるトラストアップストリームを利用して脱出に成功する。しかし、ネオ海軍に発見され、ルフィは吐き遣いの修造と獣法アルパカチーの肉戦を強いられたが、リリーの協力で修造を倒す。その後、修造はモモンガによってインペルダウンに投獄される。その頃、Z 率いるネオ海軍が新世界を滅ぼすべく、 動き始めていた。オリジナルキャラクター、エピソードオブルフィは、公開日の2012年12月15日に土曜、プレミアム枠で放送された、スペシャルエピソード。新世界、ハンドアイランドでの事件を描く。グロリアスアイランドは、スマートフォン向け放送局、の t TV で放送された短編オリジナルエピソード。特集番組、 ワンピースサミット内で2012年12月23日に、前編、12月30日に後編を放送。原作者、小田栄一郎を描き、おろしの映画冒頭につながるプロローグストーリー。BDDVD、グレーテストアーマードエディション特典 DVD に収録。ワンピースエピソードオブメリーもう一人の仲間の物語ともつながりを見せている。ストーリールフたちは、 穏やかな海の真ん中に船を止め自由にくつろいでいた。その時、巨大な怪獣、海馬が出現しるィたちに襲いかかるが、ルフィが仕留める。早速縁を行おうとするが、散事に反対される。気落ちするルフィたちだが、フランキーの提案で気持ちだけでも宴会気分を味わうことにする。ありがとうございます。